ロボアンで愛用選手賞を取ったロザック君ですね。このロボットは1年生が作ってるロボットなんですが、このロボットをですね、ロボアンベテランの福大君がモーション作ったらどれぐらい動くようになるのか、今まだ歩行モーションがちゃんと歩けないらしいんですよね。これをちゃんと歩けるようにできるのかチャレンジしてみると。で、それと同時に、私と福大さんがモーション作ってどっちが速いの、歩行モーション作れるかというチャレンジをやってみたいと思います。で、一応モーション作る時間は15分に設定してスタートしてみたいと思います。それじゃあ時間いいですね。よーい、スタート。なかなか歩かない。ロザック君の機械的な構図に問題があるのか。そもそも一応時間を計ると言ってるけど、そもそも10分で歩行モーションって作れるもんなのかっていうね。でも一応歩いてはいる。ちょっとステレオシピっぽいけど、これはありにしましょう。6分経過したところです。すでに歩き始めてますが、ここからどれぐらい速くなるのか。早すぎた。今ステップ数を多分いじってて、モーションポーズは変えてないけどステップ数を変えてるんだけど、ステップ数変えると重心移動大きい分ね、振られて不安定になってしまうってことじゃないでしょうか。あともう少し歩幅があれば周期は速度ももっと速くなりそうな気がしますね。ただいま10分経過しました。一応タイムアップの時間ですが、そろそろいかがでしょうか。歩いてないちょっと延長しましょう。さすがに10分は短すぎたんですね。もうちょっと。そう、足裏がすごく小さいのと、プラスアルファは多分ね、足裏の距離が離れてるんです。もう少し近かったらね、重心としやすいと思うけど、やはり四半期に自作の足裏をつけるとやっぱちっちゃいんですよね。歩かすのがかなり困難です。お、いい動きだ。これはいい動きだ。これでちゃんと周期が合えば、後ろに下がることができそうだ。これはすり足に切り替えていく作戦か。周期を上げてすり足を、あ、と思ったら違った。あとどこだったの、このターボが遅いです。ステップ数を上げすぎたりすると下げたりするとっていうのは、速度の曲線がむちゃくちゃ急なんですよ。だから20とかでやっても急に跳ね上がってるんですよ。なるほど。頭の中でステップ数を考えても全然、なんかローザックのサーボってステップ数上げても追いつかないんです。もともとサーボが遅いから。はい。そんな便利な機能はない。表示確かにあった時は便利だなと思ってたけど、なくても別に不便は感じないな、こっちに慣れたら。あんまり使わんくない。急ぎの時に慌てて作る時に必要なぐらいで、普段別に急いでなければいらないかなって。楽だけどね、バーディアルよりも早いしね。今度はこのポーズ取らせてポチ、このポーズ取らせてポチみたいな。そうそう。で後で編集してって、ちょっとこれいらんのあったらポーズ消したとかね、できるから。福大くんチャレンジは失敗ということです。歩行モーションできました。これで次のチャレンジ僕ができるのもそれか、その時点で勝ちということですね。
強引な箱を作り始めた。六本のような箱をしたいですね。ちなみに今ステップ数はどれぐらいなんでしょうか。これで10、13がなかなか早いピーですね。ロザクこんな早かった。ロザクね、電圧上げてるんでね、そのやっぱり少しね、動きが機敏になってると思いますね。もともとはニッケル水素っていうことでまず一つ遅いんですよ。でプラスね、制御ボードがね、ロボベーシックっていうのをもともと使ってるんですけど、はい、あいつが遅いみたいで、はい、VSRC に変えるだけでもね、結構速度上げれると思うんですよ。さあ、だいたい2は25分です。じゃあこれはもう30分で締めましょう。30分です。はい、というわけで29分今経過しましたが、まあ、特対師匠はちょっと今回初めてのシリアルリンクということでギブアップということでした。シリアルリンクは初めてじゃないけど、ハイテックのサーバーがよくわからなくて、速度が具体的には何が悪かったの。まあ、アシュラがちっちゃすぎるっていうのは、こんなちっちゃいのに作ったことないから、一つと、あとは軸の構成の仕方かな。左右の重心移動した時も結構重心が位置ずれやすくて、そこも難しいですね。だからロゴザックから行かせられる人はもうおプロなんじゃないですかね。僕は優勝できる。じゃあ僕アルカサルバー、6番は優勝できるってことですね。優勝できる。優勝したことないですか。分かんない。僕準優勝したことあります。何年前。じゃあ選手交代ですね。さあ果たしてこのロボザックは歩くのかっていうのか、ね、競争というかもうチャレンジ、歩くかどうかのチャレンジになってきましたね。はいはい、じゃあいいですよ。ドン。まずは今、具体的なやつを全部消しましょうか。消しとうですね。あとか、こいつのアイドリングってどれなんだろう。一番上のこれがアイドリング一番下ね。はい、ほんまに。分からんね。大丈夫、遅いです。これを開く、ちょっと違いますね。これが普段ロボドキに入ってる基本ライブ後ろ重心みたいに出されてるから、そんなことない。姿勢変わってない。いや、わかんない。姿勢変わってない。まあいいや。まあ、これが、まあ、基本の姿勢になってるの。で、これ、アイドリングがね、ステップ50になってるけど、ステップ50だと、多分ね、ボタンの反応すごい悪いんじゃない。ボタンを押してから、モーション発動するまで、時間かかってますから。そういうこと、時間かかって。ここの時間がね、長いと、その分ね、ボタン押すから、ボタン効かないんで、まあ、早めにしといた方がいいかなと思いますね。ちょっとだけいじろうかな。ボール、ピッチ、ピッチ、ピッチ軸をちょっとこうね、まずマス目にしておきたいですね。でまず前進、後進、胴体強くなりすぎた。胴体マス目にしたい。どうだ、今まっすぐだし、まあ、前方向した方が大体同じぐらい倒れるから、まあ、大体バランス取ってるんじゃないかなと。で、あとちょっと足これね、だいぶね、ここ感覚広いんで、ちょっと冷たいかな。やっぱ重心移動すると大変なんで、足のロールが離れてると。もうちょっと隙間くれればいいかな。本当はちょっと設計上ね、もうちょっと内側がいいよ、多分ね。まあ、ちょっと、ここが感覚空きすぎてるから、足裏もし次設計するときは内側にした方がいいような時間。うん。まあ、ここで本当は足縮め、だいぶ近づけられたらいいんだけど、もう足のフレームも当たっちゃうし、これ以上近づかないかな。それはちょっと機械的な問題なんで、まあ、次設計するときはね、その辺気をつけたら歩行もちょっと作りやすいかなと。で、まあ、これをじゃあ歩行基本とします。名前一応変えておくから。今何分ぐらい？
今はこれで4分ぐらい。早い、やばいよ。俺も半分で、10分だとしたら半分使っちゃう。一応じゃあ副体組み合わせ30分くらい。30分。基本作ったら一応名前変えずに回すか、まあいいかな、名前変えずに時間なくなるから速攻にしとこう。ステップ数大体いつも何歩ぐらいでやるんですか？大体僕大体10ぐらいから始めて、あとは機体によってちょっと調整する。自分足上げ歩行だったら3535組なんで、なんか謎の単語出てきました、ね、足上げ保管さんの、足下ろし5で足踏み速度変えてるんで、僕ね足上げ足踏みのこうあれ全部同じ速度。そうわざと足上げ時間は、短くしてるんですよ。で足止まってる方が、まあ、足上げてる時間大体2倍ぐらいにしておけば足踏みはきれいにできるんで、うん、次足踏みこれ選択肢は足踏みする。膝の角度が遅れるってことはあれですね、数値があれですね、倍率がかかってない、倍率かかってないっぽいですね。倍率かけてもいいんですかね、それで他のモーションまで影響出るかな。あ、倍率変えてもね、数値が変わるわけじゃないから、スライダーの設定だから。あ、スライダーの、スライダーの設定の方でステップ数を膝だけね、2ごろにしとけば、モーションには影響は出ないんですね。もし直し方分からなかったら後で聞いてください。まあ、膝がどうしても遅れるんで、ここの速度をね2倍に設定する。そうすると全部選択した時にこうグリグリっとしゃがめるようになる。足すぎてね、さすがにこれ足上げすぎたな。足上げすぎたな。どれぐらいだろう。とりあえず歩けばいいから、ちょっと浅めに足上げましょうか。あれなんかもうそれ消えてない。あ、消しちゃったかな。あれまだもうそれ消えてない。なんで？なんかダメでもうそれ勝手に消えるんだよ。先生、忘れてました。あ、多分ソイルをクリックしたんだと。ホイールクリックすると消える。何それ。ホイールクリックでディリートして、マジで設定消します。設定消す。ホイールクリックディリートだ。全然使わない。勝手に押しちゃうよ。間違って難しい。それやばいよね、はい、いや俺ホイールクリック強めに触る癖あるから。あ、そういう人には確かに。もうさ、作っても消えてくると思ったら、ホイールクリックでリートになってる。今8分経ちましたね。やばい、結構10分あっという間。でこれで足踏みができるはずなんです。でこれをつなげていけば、とりあえずはこれ今足上げる下ろす、足上げる下ろすだけです。でここでループを作ると、ループブロックを作りますと、ほんで何で両足動いたの？こいつジャンプするんじゃないか。でも面白そうだからやってみる。歩いてる。歩きましたね。ということで僕の勝ちということに。あ、ダメダメ。あと？もう9分でいいな。いや、10分やっぱ短かったしね。足踏みつくだけでもう10分経ちますね。ちょっとなんか何かがおかしいの、ちょっとこう一旦元に戻りたい。どうして？あ、コントロール Z 元戻せますね。コントロール Z、 ここは多分合ってる。この段階ではちゃんとできてますね。はい、というわけで、まあ、これを今コントロール CV にコピーしていくと、電源ボタンが押しにくいところにあって、なんか不便ですね。消えちゃうとこれパンって切れるのに、上ね、下はね、どこにあるんだろうってなって、で今は一応足踏みができたけど、ちょっとまだ左右へのブレが大きいんですが、多分ね、出だしがね、いきなりスタートしてるからってのが多分、ね、1番目のポーズがこれで、この後こうなんで、
ちょっと出だしのポーズちょっと編集しますね。一番最初のポーズがループに入れずにですね、ループの一番最初の頭が、ここね、来るよね。ここの手前、基本姿勢からいきなり足上げようとするとやっぱり動作こうなるから、準備動作として、足上げるんでこっちに乗せておきたいかなと。ここのところで私はちょっとこっちに持っていったと、ちょっと適当だけど、だいぶ適当だけど、行き過ぎたら分かんない。ちょっとこっちに持ってきてからこう足を上げたり、その後足踏みもスタートするで、ちょっとチャレンジしてみようと思います。最初のやつ重心がちょっとでかすぎるから、ちょっとそれが大きいような気がするので、ちょっともっと減らせませんか。1500ぐらい。じゃあもう一回やってみます。ちょっと揺れてるけど、どう？これの時にちょっと足がついてないから、ちょっとすり足っぽくなるけど、ちょっとこうこっちのロール軸ちょっと床につくようにしようか。ちょっと揺れてる。だいぶ安定してきたかなと。速度本当は持ってあげたいけど、7だと結構暴れるかな。あ、でもいいか、もう1っぽい。いや、だいぶいい足踏みできたっぽいんで、じゃあ一旦これ足踏みとして保存していきたいと。で、足踏み保存したら、あとはですね、足踏みしてて足を上げる。で、下ろすの時にこうなったらいいんですよ。今こっちの足を上げてきて下ろしたから、こっちの、右足の方ですね、右足の方を前に来るようにすると。反転反転、今この対角のスライダーを、反転させて、ここを的を選択して、このグリルですると、足を出すって歩かないんで、まあ控えめにしたい、控えめにしたい。多分ね、フレームより外に行くと多分フレームとフレーム出せるようになってます。控えめに、いや、まあいいか、なったらなっとけ。まあこれぐらい行き過ぎかな。これで歩いたらすごいね。これぐらいかな。で、これでじゃあやってみましょう。すいません。安定したら歩きそうな気がしますね。ちょっともうちょっとループ回数増やして実験してみましょうか。あれだね、やっぱり予測した通り、フレームとフレームが、こことないフロントフレームがぶつかってるんで、で歩けないという感じがしますね。なので、ここのロール軸をちょっと上げてみようかな。踊りしたっぽくない？今それ20分です。やばい。もう一回、多分なんかでもできそうな感じです。ちょっと後ろにこけてるけど、今こけてる方向をちょっと見ておきましょうか。今こけてる方向が毎回後ろだったら、まあ前、重心を前に持っていけば歩きそうな気がしますね。うん、なんか基本的には後ろに倒れてるんで、ちょっと一旦これでも歩行テストで一回保存しておきましょうか。ちょっといけるとね、元戻れなくなるんで。で、だいぶ適当ですけど、今前方向に全部6曲ぐらい倒したんで、おお、びっくりした。なんか行きそうな感じですね。アイドリング戻しますね。なんかちょっとなくなってきてるな。残り時間が、7分。まだダメ、まだダメ。30分経った時にどういう状態になったの？どうしようかな。
ちょっと一回この妄想はなしにして戻りましょうかね。もっと、残り7分で、開くでさっきのテストの妄想開きましょう。ちょっと一回振り出しに戻りましょうか。この北欧の、まあ、これ前重心にしてないやつなんですけど、これをちょっとここだけね2個重ねて時間稼ぐ方法で安定させられないかなと。荷重がかかると足が右足左足が当たるみたいですね。こけますね。ちょっとじゃあ上のピッチ軸をちょっと動かしましょうかね。ここで次のポーズ行くまでに、このあと5分ですね。あプレッシャーが正直なんか上にあるモーターの数が多すぎて、ね、足裏が耐えれてない感じすごい。ちょっと今度は足首からじゃなくて上半身だけちょっと傾けるようにしてみました。アイドリングからちょっと今パソコンを踏みます。パソコンが可愛いですね。なんか出だしによくないよ。ちょっとこっちからやってみていいですか。ここの基本からやってみていいかな。こっちからと言ってるんですよ。このアイドリングがね、だいぶね、多分原因こいつなんですよ。こいつがね、だいぶ後ろ重心がここに来るから前後方が揺れるんですよ。それはすごい歩きますね。アイドリングを変えれば、まあ、歩きます。アイドリングが悪い。アイドリングがなんかめっちゃ後ろ重心だから、はい、というわけで、まあ、なかなかやっぱりロボさんとか難しかったってことですね。ただまあ一応歩行モーションできました。で最後仕上げちょっとね、一応、まあ、このアイドリングを使わずに、こいつをアイドリングにしたらいいかなと思います。であと今ね、終わるもそのまま作ってないんです。足踏みで、この後、止まるポーズですね。こんな感じですね。最後、こう、足上げて、前に出すんじゃって、その場に戻す。それじゃないとどうなるかっていうと、こう出した後、こう戻っちゃうんですよ。傾いちゃうんですよ。最後に、だんだんで終わる。はい、歩きました。ということで、この勝負は、私の勝ちということで。はあ、はい、あ、またステーキを食べれるの。え？嘘でしょ。はい、嘘です。すみません。